2回戦です。はい。はい、どうですか、心境。いや、そうですね。早いですね。やっぱなんかあっという間ですけど。そうですね。久しぶりこの浅草、うん、ね、ゴロゴロ会館に、はい、久々に来たんで、やっぱりちょっと緊張感はね、なんかありますけどね。ね、うん、午前中ですからね。はいはいはい。うん、朝7時からね、はい、あの、子供番組の生放送やってましたね。今日そうですか、はい、今日もそうか。大声出してちょっと喉飛び気味なんでそこは、はい、まあまあそっちを抑えることもできない、できないですよね、なかなかね、お仕事だからそれはね、確かにね、あの子供番組で、はい、サイボーグ選手やってるやつですね。そうです、サイボーグ選手やってサイボーグ選手やって、はい、サイボーグ選手後の M1 ですね。 M1 ですね、はい、忙しいです、忙しいですよね。気持ちの切り替えがね、はい、サイボーグなんて逆に切り替えできんのかな、うまくね。できますけどもね、うん、どうですか、まあお忙しいとは思うんですけど、はい、まあ、1回戦終わってから2回戦に向けて準備の方はできました、漫才。毎回のことなんですけども、はい、今朝ネタを決めましたね。これ、はい、いつもそうなんですね、うん、直前にならないと動けないんですね。そうなんですね、この人はね。いや、そうなんですよ。でも直前にやっぱサイボーグの仕事があったんで。いや、それもいいんですけど、それは別に。それ前まではずっとサイボーグの気持ちを作ることに使ってたんで、やっぱり。それ M1 ぐらい、生放送後に気持ち切り替えてやっぱネタ決めましたね。M1 ぐらいかけてるの、そのサイボーグ。全部同じぐらいかけてる。まあまあまあ、仕事だから、はい、いや、もう今もう直前まで、今一発目合わせたら4分ぐらいあったから、ね、あれ大丈夫ですか、時間ちょっと3分だからっていうね。でもまあ一応ね、まあ4回決勝出てますから、はいはい、4分でも大丈夫だとは思うんですけどね。ダメですよ。そう、だからないですよ、決勝行ってたからないですから。え、4回行ってたらちょっとずつ時間増えてないですよ、融通効かないんですか。融通効かないですから、それは。多分3分半でドボンで赤くなるので。そうなんですか。そうですよ、はい、そういうことしてくるんです。公平な、公平な大会だからさ、ちゃんとしてるから。そうですか。その辺はなんかやってくんないんだね、このハライチタイムみたいな。ハライチタイムみたいなのないよ、そんなの。ないですね。そんなんだと思ってしてんの。